どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。私キュレーサーチャンネルのキットでございます。さあ今回はですね、GT スポーツとアセットコルサ、アセットコルサは PC 版なので、ちょっとあれなんですけども、それのですね、比較の動画をちょっと出してみようかなと思って、作ってみました。で、この動画でどっちがこう、なんていうのかな、優れてるとか、ダメだよとかっていうのではなくて、もうちょっとこうだよっていうね、比較をしていきたいなと思います。こっちがこうで、ああでっていう感じですかね。なんか 遠回しに言ってるけど、言ってること一緒の気が してきたんだけど どっちがおすすめですよっていうのは、これでは言わない、この動画では、言わないつもりです。好きなタイトルやっていただければいいのかなと思いますし、自分はもうこのアセットコルサも GT スポーツも両方好きなので、両方楽しくやっていければなと思っております。で、今回はコースが、ニュルキタですね。同じコースが2つ入って、両タイトルに入ってますので、ニュルキタで、車が、BMW の、G4、GT3、これに乗って、車内視点ですね、コクピット視点から、ちょっと違いの方をご覧いただきたいなと思っております。で、後付け実況になりますんで、ちょっとこのね、私の声が入っちゃいますが、ご了承の方よろしくお願いします。ちょっと画面がね、揺れたりとか、結構コロコロ切り替わるので、中にはちょっと気分が悪くなっちゃったりとかっていう人もいらっしゃるかもしれないので、その場合はちょっと画面一回お休みして、外の空気を吸ったりとか 投稿を見たりしてリフレッシュした後に、スッとこの動画を消していただければなと思います。さあ始まりましたが、左の方が GT スポーツで、右の方がアセットコルサ。音も、右左で分けてます。左から GT スポーツの音、右からアセットコルサの音が入ってます。で、ですね、こんな風にして、ちょっと切り替わりますが、ちょっとね、アセットコルサの方が、タイム的に遅かったんですよ、やっててですね。多分ですけど、このタイヤのグリップ力の設定、もともとのグリップ力の設定がアセットコルサの方が低いのかなという感じですね。というのが、アセットコルサだとアクセル踏んだ時に結構つるっとリアが滑っちゃったりとか、なんでしょうか、路面のギャップをね、拾って飛んじゃった時に滑っちゃったりとかっていうのが多々あります。なので、多分それじゃないかなと、タイムが遅かったのは思いますね。挙動に関してはほとんど一緒ですね。もうリアが流れた時の処理とかはもう全く一緒ですね。ドリフトもほぼ一緒。特別この GT スポーツだからこれをしているとか、アセットコルサだからこれをしているっていうのは、今自分のスキルではないです。もうちょっとこう上のランクに行ってくると、ひょっとしたら GT スポーツでは特別なことをしてるたりとかね、アセットコルサでは特別なことやってたりとかしてるのかもしれませんが、自分の場合はそこまではないですね。で、音に関してはもう言わずもがなかなと、もう聞いていただいたままですね。強いて言うならば、GT スポーツの方が、ちょっとこの、なんでしょう、周りから拾う音、この風切り音のゴーだったりとか、そういうのはよく拾うかなと思います。アセットコルサはちょっと静かかなっていうのはありますね。実際こんな音なのかもしれないんで、レーシングカー乗ったことがないんで、何とも言えないんですけど、実際レーシングカー乗ってる人からすると、こっちの方が、このくらい静かだよと、意外と静かだよっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとアセットコルサで慣れ親しんでる私からすると、ちょっとこう GT スポーツはよく拾うなと思ってます。あとはそうですね、ハンドルコントローラー、私 G29 を使っているんですけれども、ハンドルコントローラーの設定にもよるかなと思うんですが、ギャップの、そのインフォメーションがアセットコルサはすごい豊かだなと思っております。
なのでハンコンを使ってこうレースして、なおかつちょっとなんだろうな、いろいろこう楽しみたいなっていう方はアセットコルサの方がまあおすすめなと。ちょっと言っちゃったな、あんまり比較したくなかったんだけど、まあでもうん、そっちの方がアセットコルサの方が、まあ、よりこう表現が豊かかなと思ってます。まあ言うても PC 版とね GT やあの PS4 なんで、はい、そこで比較してる時点ではもうダメなのかなとは思うんですが、うん、本当はですねプロジェクトカーズと比較したかったんですけど、プロジェクトカーズも PC 版でなおかつあんまりやってないんでここまで、ね、あの比較できる動画撮れるかなって言った時にちょっと疑問が出ちゃったので、今回アセットコルサと比較をしてみました。はい、まあちょっとやつぎばやですが、気になったのはそんなところかな。まあ、製品版として出てないのでまだ何とも言えないんですよね、うん、何とも言えないんですが、まあ、今後の GT スポーツに行きたいかなと言ったところです。はい、まあ、あんまりこうね長々と話しても、せっかくこう動画を楽しんでくださってる方は、いやお前のその解説なんてねいらないんだよっていう方も中にいらっしゃるかと思いますので、今回この辺で私の方は終わりたいと思います。動画はまだもうちょっと続きますので、よかったら最後までご覧になっていただけたらなと思います。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆様またお会いしましょう。吉野に